アントウェルペン中央駅はベルギーのアントウェルペンにあるベルギー国鉄が運営する鉄道駅である。かつてはブリュッセルメヘレンアントウェルペン鉄道のターミナル駅であった。1895年から1905年にかけて建設された高架駅である。教会のようなドームの乗った石造りの駅舎はベルギーの建築家ルイ・デラサンセリが設計した。巨大な鉄と ガラスで構成されたトレインシェッドはクレメント・フォンボガードによるもので長さ185メートル、高さ44メートルの大規模なものである。駅への高架橋は地元の建築家ヤン・ファン・アスペレンによって設計された。この駅はベルギーの鉄道建築の傑作と言われており、最も美しい駅の投票でも常に上位に名を連ねる。1998年から 通過式の構造にするための大規模な改良工事が行われた。新しいトンネルがアンウェルペン市南側のアントウェルペンベルヘム駅と北側のアントウェルペンダム駅間で掘削された。通過式プラットフォームは地下2階に構築された。これは HSL4 や HSLZ などを通る予定になっているた、リスなどの高速列車が東端式の東駅で折り返し運転をしないで、 住むようにするための工事である。工事完了後、最初の列車が2007年3月25日に通過した。高速列車タリスに関しては、当初はアントウェルペン止まりのタリスのみが当駅まで乗り入れており、アムステルダム中央駅へ向かうタリスはベルヘム駅だけに停車し、当駅までは乗り入れていなかったが、2007年12月9日、ダイヤ改正よりタリスも地下線経由となり、 当駅に停車するようになっている。アントウェルペン中央駅周辺の改良も参照。2009年の調査によると、1日の利用人員は3万1 1 8人であった。ありがとうございます。